さあ、というわけでお疲れ様です。バーナードです。さあ、今回はワンフェス購入品の後編でございまして、結構立体物、トイですね、おもちゃとか、あるので紹介させていただければと思います。で、ちょっとまずこのカプセルトイからいきたいと思います。カプセルトイね、こちらは竹山のりやさんの新作のガチャですね。ケローネンザカプセルトイというシリーズの第2弾ですね。ついに2弾が登場したということで、ちょっとね、3個ね、開封させていただければと思います。まずはカプセルトイからですね。ワンフェス会場で、販売してて、シーズン1の方もね、販売しておりました。でも今こちらはね、全国でもうカプセル筐体として販売してるんですけども、ちょっと1個ずつ見ていきたいと思います。うおー、いやもうこれね、本当にすごいガチャで、ラインナップこんな感じですね。ケローネンザカプセルトイ、こんな感じの全5種ですね。で、一応ファーストシリーズね、紹介している Vlog も上がってますので、ぜひそちらも見ていただきたいんですけど、こんな感じでちょっと可動式でもあり、ちょっとエイジングっぽい感じのね、ちょっとね、くすんだ感じの塗装が非常に素晴らしくて、その質感をね、ちょっと動画でどれだけ伝えられるかっていうところなんですけど、早速1個目開けていきたいと思います。さあ、まずは1つ目こちらでございます。いや、かっこいい。うわ、わかります、このね、お腹から顎にかけてのグラデーションがめちゃめちゃ綺麗って、いぶし銀な、かっこいいですね。メタリックな感じで、お玉乗せるとこんな感じで、いや、めちゃめちゃかっこいい。 K9 ってね、文字が入ってて、腕が稼働するのでね、ポーズを取らせることもできるという感じです。めちゃめちゃかっこいい。これいいですね。この先端に向けてまたこう金色にグラデーションしていく感じがすごいかっこいいですね。いやー、やっぱこれはね、このケローネンというね、デザインキャラクターもすごい可愛いのはもちろんあるんですけど、ガチャガチャでここまで塗装やっちゃうのというね、衝撃は非常にありますね。いや、非常に可愛い、そしてかっこいいケローネンです。さあ、そしてあと2つあります。こちらのカラーも見ていきましょう。さあ、こちらは青ですね。このカラーめっちゃ好き。いいですね。なんかお玉のカラーもすごい現代的で可愛い。すごいね、今風な感じのカラーで。いやー、いいですね。あ、ちなみにここの胴体もね、この部分も稼働しますね。いやー、めちゃめちゃいいカラー。ちょっと爽やかめな青のカラーですね。模様がすごいね、このカエルっぽい模様が入ってるのも非常に可愛い感じですね。後ろはこんな感じです。後ろもね、この辺もすごい造形が深くて、もう造形もしっかりしてあってね、非常にメカ感もあってかっこいい感じなんですけど、2つ目こちらの、ね、青でございました。可愛い、いいですね。このお腹ポテット感も可愛いし、背中にかけての丸みも非常に可愛いアイテムです。いいね、ケローネンザカプセルトイ、青のカラーですね。さあ、そして3つ目のカラー、やばいですよ、こちら。この感じ、この色の感じやばいですね。この使い古されたこのエイジングな感じ、あとこの背面もすごいね、塗装が細かくて、こうグラフィックが入ってたりして、これはすごい、おそらくこのシリーズ2のメインビジュアル的なカラーだと思うんですけど、4という数字の書かれたケローネンですね。いや、このプリントも印象めっちゃ可愛いですね。これは刺さる人には刺さるデザインだなと思いますね。塗装がすごいって感じたのはこれがすごいですね。やっぱりこれがちょっとマジでやばいなって感じで、いや、やはりケローネンズカプセルトイ、これ絶対シーズン3も来るんじゃないかなって思ってるんですけど、いや、これ竹山さんのね、ガチャカプセルトイめちゃめちゃかっこいいんで、ぜひ見かけた方は試してみてはいかがでしょう。その竹山さんのブースね、架橋さんとファンキーギークさんと合同ブースで出してらっしゃって、今回はおもじろのね、ステッカーでございます。めちゃめちゃ可愛い。ちょっとこのコットンキャンディーカラーで、綿あめカラーっぽい感じでお団子とキャンディーを食べてるって、めちゃめちゃ可愛い桃次郎ですね。こんな感じで、そう、これはもうパッと目に入った瞬間、あ、今回今日はこれだと思ってステッカー買いました。で、こちらが
四八ですね。四八の桃次郎で、これもめちゃめちゃかっこよくて、裏にはこのね、ステートメントが書いてあります。桃次郎。で、これね、よく見ていただくと、この、わかりますかね、このキラキラした模様が、角度によってちょっと変わる、いい感じに変わっていって、なんかこう、星っぽい感じでね、こう、ちょっと初めて見るような、このキラキラ感ですね。これめちゃめちゃかっこよくて、刀を持った勇ましい桃次郎に、すごいマッチした背景ですね。いや、これすごいな。これめちゃめちゃかっこいい。そう、角度によってちょっと色もね、変わったりして、すごいいい表現ですね。ちょっといただいたもの、いただいたあのシールなんですけど、これ、モグワークスさんのね、ブース、ディクターの、このキャラクターのソフビでおなじみのモグワークスさんのクーさんからいただいたシールですね。で、こちらが、ねこっこさんという方から、いただいた猫っ子シール、これも48サイズのシールで、これめちゃめちゃ可愛いですね。これもまた後ろのキラキラの背景が非常に特殊な輝きを放っておりまして、何やら眠れない夜に現れる猫のようなピエロのような妖精とのことです。ちょっとね、こう、僕も結構ちょっと軽度の睡眠障害で超ショートスリーパーなんですけど、ちょっと気持ちが分かりそうなキャラクターです。で、こちらがもうこの絵見たことある方多いと思うんですけど、このお顔ね、鬼の、これタミヤ製作所さんですね。タミヤさんのブースで購入した、クージーですね。もうクージー、僕も謎の店でよくクージー買うんですけど、まあ何個あってもねいいですし、クージーって結構ねカバンの中でよくなくなっちゃうんで、まあ各カバンにクージー1個入っててもいいぐらいな、それぐらいあってもいいよねっていう感じで、まあ購入しました。で、何よりね、このオレンジのクージー僕持ってなかったんで、まあ、オレンジカラーでこちらタミヤさんね、もうしっかりサインもいただいていい記念になる記念クージーですね。でタミヤ製作所さんはこういうちょっとアパレルとかグッズもね用意していただけるんで非常に嬉しいですね。こちら最後ですね。今回最後の紹介で、こちらドラポリガチャですね。ネコラットさんのブース、ネコラットさんブースで購入した、よいしょ、じゃん、こちら黄色のクリア素体のドラポリゴンでございます。めちゃめちゃかっこいい、サードアニバーサリーですね。これもイラストめっちゃかわいいですね。ドラポリゴンのこちらサードアニバーサリー3周年記念とのことですね。まだそんな感じっていうぐらい、僕の中で結構ベテランの勝手なイメージを持ってるネコラットさんなんですけど、ドラポリコンで、ね、ドラポリ3周年とのことですね。で、今回くじで当たったのは、まあ、残念ながらね当たりは引けなかったんですけど、こちらの黄色の素体のドラポリコンが当たりまして、でこちら1回3000円というね破格のお値段なんですけど、こちら実は前回のワンフェズでもねオレンジ素体ドラポリコンでございます。前回ので、今回もね、そう、これがねちょっとやるの楽しくて、で今回午後チケットで行ったんで、まあさすがにもうないかなと思ったら、まさかのまだギリギリ残っていたので回しましたというか、くじ引いてみました。そう、ドラポリゴンって本当にねすごいところは、このクリア素体でも全然なんか満足できちゃうっていう、まあもちろんね、塗装してあるものはすごい素晴らしいんですけど、クリア素体でも十分にこう、まあ遊んだりこうね眺めたりできちゃうぐらい本当に可愛らしいフォルムでございます。結構こうのっぺりしたソフビだと、素体だと本当にもうのっぺりっていう素体って感じなんですけど、この角張ったデザインなので、色がねこう一色っていう感じでも、すごいなんかちょっと懐かしい感じというか、昔のおもちゃみたいな感じで所有感満たしてくれるのかなという感じがしますね。今回は黄色でございました。いや、可愛いですね。2つ並んでもいい感じ。この動画を撮ってる日がね、こう秋葉原で創作ソフビ決起集会というイベントを開催していて、で僕は今日日中ね、木更津の方までお仕事ので出張行ってたので、参加はできなかったんですけど、まさかのゲリラ販売でですね、このドラポリゴンの綿あめカラーが架橋さんのところで販売されてて、いや、行ってたら間違いなく買ってたんですけど、もうね、綿あめカラー僕めちゃくちゃ好きなデザインなんで、いや、ほんとね、ちょっとそういう
ゲリラもあるんだってこう今後のねちょっと参考になりますね。また雨トラポリゴンとか絶対可愛いですよね。まあちょっとこればっかりはもうご縁なので、ちょっと次回タイミングが合えばね。そうこれ狙ってるとね、本当こういうコレクションって疲れちゃうんで、もう自分も流動的にこう生きて、イベント参加したりして、タイミングご縁というものが全てだよっていう、こう自分に言い聞かせて欲しいものをね購入していきたいと思います。はい、さあというわけでいかがでしたでしょうか。今回ワンダーフェスティバル購入品第2弾ということで、まあ、前回に引き続きね、まあ、立体物、今回はこのソフトビニール製フィギュアはドラポリゴンっていう感じで、まあ、本当にいろんな立体物をね見るだけでも楽しめるイベントなんですけど、まあ、ちょっと来年以降は冬のみの参加かなというのが正直なところですね。何時に行っても2時間とか待つっていうことになっちゃうと、もう避けようがないその待ち時間っていうのが発生しちゃうんで、あんまり僕その並んで待ってっていうのがね得意な方ではないので、まあ、暑い中っていうのがちょっと厳しいなと思ったので、まあ、冬のみの参加がちょっと今後残ろうかなという気がしますね。はい、まあ、決してもう僕のモチベーションが足りないだけなんで、別にイベントに対してこうネガティブな意見を言ってるわけじゃなくて、ちょっと自分のねポテンシャルにはまだあそこまで到達してないなと思っちゃったんで、冬また遊びに行きたいと思います。はい、デザフェスはね毎年全部毎回行くんですけども、ちょっとワンフェスは自分の体力がまだまだだったなという感じでございました。はい、というわけで今回もねご視聴いただきありがとうございました。ワンフェス開封、ワンフェス購入品は以上となります。はい、動画の感じよかったら、高評価ポチッと押していただけると励みになりますので、ぜひまたよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。やばいっすね、ワンピの実大集合な感じで、すごいなんか昔のデザインのたまごっちがあります。今こんなにいっぱい売ってるんですね。すごいこのオレンジのたまごっちめっちゃいいですね。オリジナルライクミーっていうことなんで、まあ、本当に初期のたまごっちを意識したカラーですね。いいですね。これで、あ、いいですよって感じで、なんとか手に入れた。カメラもめっちゃ思い出の思い出の、これインスタントカメラですかね。すごい。ここもともとガチャガチャオンリーだったと思うんですけど、魂ネーションとかバンダイスピリッツとかいろいろ入ってて、すごいなんかカオスな感じになってます。ちょっと人が多くてウルトラマンのお尻しか撮れません。